皆さんこんにちは。今回はですね、1周年記念復刻版といたしまして、超激戦セルゲームの方が来てます。アイテムなしでノーコン目指して頑張っていきますんで、ぜひ最後まで見れてください。それではフレンドさんから選んでいきます。今回のフレンドさんはユウさん、お互いのリーダーがゴールデンフリーザですので、地属性の記録がプラス6になります。そして今回の戦い方も、まあ、前戦った時と同じなんですけども、気絶パーティーです。完全に気絶持ちがブルーマー、ブルー将軍、そしてバビリーがいます。こいつらに必殺技を打たせまくります。そして気絶をさせて攻撃をさせなくする、そういう戦術でいきたいと思います。アタッカーとしてはゴールデンフリーザもそうですし、セル、そしてゴハン、こいつらは攻撃力が、ね、高いので、必殺技バンバン打って、まあ、全て必殺技でもう打てるぐらいの気持ちでやっていきたいと思います。それではやっていきます。シャー、じゃあいきます。お、金カップ、で、もう気力ですね。もう超激戦とかそういう場合はもうカプセルとかうんぬんとかじゃなくてね、完全に気力を取っていかないと有利に立てないんで、できるだけもう勝つ優先にいきます。お、ラッキー、オッケー。っていうかブルー将軍に集めすぎっていうね。もうこれさ、火玉入れなくても必殺技打てる段階入ってるからね、このブルー将軍。よし2ターンですね。2ターンなのでブルー将軍とバビディ1体ではいいかな。どうしようかな。次のターン攻撃してくるので、それに控えて気絶をさせたいんですが、まあ、次ブルマいるので、ブルマ必殺技で、いってればいいかなと思います。そのためにね、この木玉ちょっと取っときますとか。ここで気絶させても意味ないから、さすがに。よし、ここですね。おっと、そっか、来ねえのか。マジかマジか、やべ、全然順番見てなかった。まさかのブルマがいないとなったら、もうここはもうガンガン打っていきましょう。はい、結構食らうんじゃない。うん、5万、6万いかないぐらいって感じかな。ご飯が一番強いのかな、どうだろう。さ、マジか、1回は食らわないといけないけども、これゴールデンフリーザが一番防御力高いと思うんで、ゴールデンフリーザでガードします。で、ここはもう必殺技打てる状態だから OK じゃん。で、ブルーマも必殺技。よし。さあ、超能力。あ、もう効いたね。効いた効いた。で、このターンはまあ攻撃受けれないので、まあいいんだけど、どうしようかな。セルとフリーザのコンビで取っといて、ケツでバビリもう一回必殺技で、次のターンも、気絶できれば一番いいですね。お、いけない、打てなかった。まあいいか、次のターン OK だ、大丈夫でしょ。大丈夫大丈夫。ブルー将軍、このダメージ受ける前に、必殺技打てればと思います。で、打てなかったとき、打てなかったじゃない、もう気絶が、気絶、ね、しなかった時のことを考えてフリーザでガード。はい、よし、ここ必殺技だね、できんね。あれ、いけないと。あれ、プーあるね。
これで打てるね。よし。あれ？あ、そうか。地属性の木玉3個でも全然打てるんだ。あ、そっかそっか。これ全然なんか俺 5個に見えたんだよね今。よっしゃ。気絶してるからもうこれの繰り返しだよね。気絶させずっと、まあ、必殺をずっと打って気絶させまくれば打ってこないんで、でスキルも全然発動しないから回復もできないしっていう感じで、どんどんやっていきます。これで OK。よし。さあここで気絶させよう。バビリーで必殺技打ちたいよね。はい。でここも必殺技だと。よし、これまず2体いればね結構な確率で気絶するんじゃない。お、もう気絶したから OKOK。よっしゃ、ここスキル発動ね、阻止です。うん、でこのターンも気絶してるから攻撃も受けないと。だけど次のターンも攻撃させないためにブルマは必殺技を打ちたいっすね。よし、これでブルマさん必殺技ゴー、気絶しろよ。 OK、オッケーオッケー、いいぞ。次でも分かんないんだよなこれ。次気絶してない、してないね。まあいいや、してないけどこの2体いればまあ気絶するでしょう。うん、よし。でオッケーオッケー、打てる打てる。もうかかったね。はい、で必殺技をして打てる。ここだったら打てるか。あ、打てない。ここだと打てないな。いけないな。まあいいか。とりあえずこのターンは何も、起きないので、あ、次のターンだな。ここどこに配置されるか。 OKOKOK。 かわいそうだよな本当。相手も打ちたくても打てないっていうね。よし、バビリー必殺技いきます。ここも必殺技いける。 OK、 かかれ。うわー、マジか。バビリー頼むぞ。よし、来た来た来た。 OK です。さあよし、完璧じゃないですか。もう運びがこれドッカモード発動してるで、してるで、ドッカモードね発動しましたので、HP の方も回復します。はい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 、 OK。 でドッカモードの、回復するのはダメージの何 10%20% かなんだよね。
多分マックスになりますね。次のターン回復します。ガーッと HP が上がりますね。ぐーんとね、はい、マックス OK。 よっしゃ、こう気絶させたいな。気絶させれば完璧。スキル発動もさせたくないからな。よっしゃ、ここ3体、次のターンはまず気絶してるだろうね。この3体で打ってたらかからん。マジか、ここはかかるだろさすがに。ウィーかかったらもうつかみにかかってるからねこいつら。よし、あとも必殺技で最後誰にしようかな。最後はセルさん、お前だ。多分ご飯までは回ってこないと思う。よし、オッケー、かます、かましたね。オッケー、 KO。 はい、そして覚醒メダルが落ちます。この覚醒メダルは、セルを独眼覚醒させるための、覚醒メダルですね。俺が持ってる地属性のセルとか、あの技属性のセルは、技属性は俺持ってないけどね、新しい技属性のセルとかは、10枚で、イベントで入るセルは3枚かな。独眼覚醒できます、こちらね、セルゲームってやつ。はい、ということで今回はこちらの、セルゲームの方をアイテムなしのノーコンで、やってきました。明日はブロリーをですね、ノーコンアイテムなしで、攻略したいと思いますので、ぜひねそちらの方もご覧ください。ということでチャンネル登録ぜひぜひしていってください。それではまた明日の動画でお会いいたしましょう。さよなら。では、次回も、ムダ毛チクゲ動画でお会いしましょう。